港橋より、京葉道路と、海老川水門海老川は、千葉県船橋市中央部を流れる、海老川水系本流の二級河川。日本穂高の統制の際に、地元民が小舟を並べて橋を渡したという、船橋の地名の由来となった河川である。船橋市かなすぎ六丁目にある御滝山金蔵寺、御滝不動村の遊水を水源とし、西へ流れる。船橋市立。 金杉大小学校の裏手より、金杉大団地を囲うように流れていく。団地を抜け、鎌ヶ谷市方面から南流してきた金杉川を合わせると電磁に入る。船橋市立夏見総合運動公園手前で南へ曲がり、緩やかな谷津から平野部へと入る。両岸には河川の沿道が現れ、夏見七丁目付近で年田川を合わせる。河川幅が広がり、 以降は、約1キロメートルほどの間両岸に桜並木道が続く。東町の東洋高速線橋梁付近で、飯山三つ川を桜橋手前で前原川をそれぞれ東から合わせ、南西へと流れる。船橋市中央卸売市場の敷地を抜け、さらに長津川を西から合わせて、中心市街地を貫流する。国道14号の船橋橋が、 海老川の河口となっている。内水面域では東から花輪川を合わせる。西岸には多くの漁船が停泊しており、京葉道路を越えると海老川水門となる。水門の先は船橋港が広がり、東岸が船橋港浸水公園である。湾岸道路の海老川大橋及び JR、京葉線を越えると東京湾へたどり着く。三番瀬の最東部に位置している。 年多川合流地点より上流部は茶丹津川と呼ばれ、海老川は一般的にはそれより下流部を指す。茶丹津川区間を合わせた流路延長7456メートルのうち、八栄橋上流端より下流2670メートルが二級河川に指定されている。河線数が多く流域は船橋市の3割を占め、支流の金杉川上流部分は一部鎌ヶ谷市にも、 またある。下佐大地に位置するが総じて起伏が緩やかであり、水源と川口との標高差はあまりない。小さい河川だが、江戸時代にはもっと水量が多く、下流では古代力線が方向転換をすることができたという。現在では、大地の住宅開発に伴う河川流入の水量の減少や、治水工事、河川整備によって水量も少ないが、ごく近年まで、 大雨などによって、洪水などの災害をたびたび起こしていた。二級河川指定区間は両岸に三作道やベンチ等が整備され、エビガージョギングロードとして、ジョギングにも利用されている。川口東岸からスタートし、本流から長津川、船橋総合運動公園を経由し、茶ャ津川に出て、本流へ戻るルートが想定されており、道中にポイントとして、 海老川造形同票重複像が設置されている。1985年10月10日に部分完成し、当初は1番から10番まで順度通りの10体であったが、その後中間に増やされ現在は14体となっている。元女子マラソン選手の有森優子も練習で使用し、その功績を称えた記念碑として八栄橋付近に足形のモニュメントが設置されている。 また三作道の内藤見橋より上流区間は桜並木となっており、染井吉の八重桜が約500本植えられている。古代には大日川と呼ばれていた。海老川への名称変化については、説が複数存在する。一般的に広く知られている話では、鎌倉時代にこの地を通りがけた源頼朝公に対し村人が、 大日川で採れたエビを献上したことから頼朝がエビ川と名付けたとされているが、これはただの伝説にしか過ぎない。他にも、大日川がエビのように激しく蛇行していたことに由来する説や、手長エビが多く生息していたためその名称となったなど、諸説存在する。エビ川は船橋の農業、商業、漁業の中心として長らく親しまれてきた河川である。 かつては、中心市街地の北部は一面が水田であったが、戦後しばらくして、食料需給が安定してくると、米生産の合理化を図る必要が生じた。そのため中流域では、昭和30年代以降、海老川土地改良区として、大規模な高地整理が行われた。この事業は1960年代に終了し、一定の成果を収めることができた。 これを受け1970年に市街化区域、市街化調整区域の区分がなされ、かつての農地の大部分が市街化調整区域に指定された。その地域では道路整備や商業施設の建設が進み、水田だった頃とは見違えるほどの変貌を遂げている。なお土地改良事業の竣工を記念して、桜橋下流に記念碑と多くの石像が建てられている。そこには、 当時の自由民主党副総裁であり、千葉県を地盤として、船橋市政にも大きな影響をもたらした、川島章二郎の名が刻まれている。1950年代以降、流域の都市化が急速に進展した。市街化率は、昭和30年代に17%であったものが、40年代で33%、50年代で50%、昭和末期には65%となっている。 それに従い、主に台風によって、反乱をたびたび起こすようになった。海老川本流は1958年6月6日、国示によりすでに二級河川指定を受けていたが、千葉県主導による、中小河川改修事業に着手したのは1976年度からで、ある。その後も台風に加え梅雨前線に伴う水害が、 多発し、特に1986年8月の台風10号による大雨は、流域に浸水家屋2426戸、田畑干水81ヘクタール、被災額約50億円の被害をもたらした。これを受け同年9月29日、海老川の河川改修事業のうち長津川、合流地点から海老川橋までの830メートルが、激甚災害対策特別緊急事業に認可され、 その後1990年度までの5年間で55億円が投入された。支流の長津川も1982年12月28日国示で二級河川に指定され、1983年度から海塚川合流地点より下流2935メートルについて中小河川改修事業に着手。ところが、こちらも1984年6月7月に、 連続して梅雨前線による豪雨に見舞われ、それぞれ浸水家屋605個2064個の被害をもたらした。各所において、護岸の倒壊も発生したため、向田川合流地点から、船橋駅北口十字路付近までの2274メートルに、ついて、海老川より一足先に、河川災害復旧助成事業の認定を受け、 その後1988年度までの5年間で103億円が投入された。これらの河川改修事業において、市街地中心部では拡幅工事がなされ、143個の家屋移転12ヘクタールの用地提供を伴った。第一期改修工事は1992年2月20日に完成し、エビ川橋下流にその旨が記録された記念碑が設置された。 1973年に設立された海老川水系治水対策委員会にて暫定計画では、稼働整備、調節地建設により、時間雨量50ミリメートル対応、将来計画では施設のさらなる掘り込みなどにより、時間雨量70ミリメートル対応とする治水計画が策定された。河川崩壊正後の1997年12月には、 海老川流域懇談会が設立され、有識者や地元団体との連携を図っている。前日の第一期改修工事によって富士見橋より下流の暫定整備が完了し、引き続き上流部分の整備が進められている。事業内容は、稼働拡幅、掘削、築堤、そして前原川合流地点付近での計画面積22ヘクタールに及ぶ海老川調節地の整備である。 この調節地は、東町南西部の大部分、及び、市場2丁目5丁目にわたる広大なもので、前者が海老川、後者が前原川にかかるものとして、役割が分離されている。暫定計画では49万立方メートル、将来計画では55万立方メートルの貯水容量となり、地水安全度の向上を目指している。しかしこの付近は、 約320人もの地権者が絡む地区であり、用地買収には非常に長い期間を要している。そのため、第一期改修工事に並行して1979年度より、国庫補助の治水力地事業として、用地買収が続けられているが、地権者が激しい反対運動を起こしている。当初はすぐ北側を通る東洋高速線に、新駅、船橋中央駅が設置され、 駅周辺での区画整理を含めた街づくりが行われることを前提としていたが、路線建設時においても線内で最も土地収容に難儀した地域であり、やはり地権者の反対運動によって進捗が見られず、2010年頃には事実上の頓挫を迎えている。それでも用地買収が進むにつれ、1999年8月に県、市と地元の関係団体により、 海老川調節地多目的利用検討委員会が発足し、2001年3月に調節地の具体的な整備構想の策定が行われた。それによれば、河川に接する部分の大半を水辺テラスとし、東町部分の北東側、雑木林、他に多目的広場を設けることとしている。そして2001年6月26日に、 海老川調節地を市民と活用する会が発足し、環境学習、環境保全を目的とした活動が行われている。2006年度には、幼稚の一部である前原川砂岩で、暫定調節地の掘削や越流、包み工事を施し、前原川の雨水の流入先とした。これにより、藤見橋上流の海老川は、時間雨量3 5ト、mm、ル対応へと引き上げられている。 やび川調節地を含む改修事業は、完了が2016年度に設定された。しかし、事業の遅れにより調節地の供用開始は2030年度までずれ込むこととなっている。対応方針については、土地収容が最終段階に入り今後の事業進捗の目途が立ったこと、そして飯山三つ駅周辺での宅地開発の進展による、 いいや川からの雨水流出増加が見込まれることなどから2013年度の再評価においては事業継続の方針を打ち出している。稼働整備については予定通り遂行され、海老川、長津川ともに1994年にて全区間の改修を終えた。その後1996年9月に台風17号が来襲し、 観測史上最大の総雨量257ミ、mm、リメートルを記録。富士見橋上流が被災を受けたため、1997年度まで河川災害関連事業によって当該区間の部分改修が行われた。桜並木はこの際に植樹されたものである。同時に前原川も改修が5年繰り上げて実施され、時間雨量50ミリメートルに対応できる状態となったため、 現在は調節地の完成待ち状態にある。JR 船橋市市場町住宅の脇を流れる、海老川流域都市化の進行と同時に、海老川の水質も問題視されるようになった。これは、下水道普及の遅れが主因であり、高瀬下水処理場が運用開始された1999年度で普及率41%であった。夏美など上流部において低水準であり、 源流に近いほど汚れているという状況であったが、2012年では普及率75%となり、水質も改善傾向にある。八千代橋で測定されている b o d 値は1990年度 22mg、1994年度 16mg、1999年度 10mg、2009年度 4.6mg となっている。エビ川。 長津川は1990年6月28日、建設省のふるさとの川モデル河川整備計画に認定されている。水質をめぐっては、都市化により水循環の流れが変化し、洪水頻発の一方で平常時の流量が少なく、また水質が悪い等の問題点を解消するため、1995年度に建設省が指定した水循環再生の必要性が、 高いモデル地域のうちの一つとなっている。これを受けて1996年3月、千葉県、船橋市、鎌ヶ谷市が学識者、市民団体、住宅都市基盤整備公団などを交えた、海老川流域水循環再生構想検討協議会を発足し、1998年3月に基本方針を示した、海老川流域水循環再生構想を策定した。 各機関の役割分担がなされ、地下水の汎用、地盤沈下防止や公園緑地の保全、多自然型川づくりなどが掲げられている。諸施策の実行へ向けて、同年10月に、海老川流域水循環再生推進協議会を発足し、1999年12月に、年次計画として、海老川流域水循環系再生行動計画を策定した。これに基づき、 女性制度を活用した合併処理浄化槽や雨水浸透マスの普及、道路の透水性、舗装推進などに努めている。流路上においても、支流域を含めた浄化施設の設置、都市河川再生対策事業に基づく浚渫の実施などが行われてきた。さらに水量減少への対応策として、インバルマ流域の下水道高度処理水を還元する、試みも行われている。 2006年度に支流の長津川と飯山三川にて工事が完了し、2007年10月より放流が開始されている。放流は週2回8時間ずつであり、水質工場とともに流量が平常時の3から6倍に増加するといった改善が見られる。船橋橋、海老川の中でも比較的古くから架橋されている13の橋には、各々異なるテーマが設定されており、 欄干にはそれに応じた特徴的な造形があしらわれている。これらは1986年から1992年にかけて河川改修に伴い掛け替えられ現在の姿になった。上流部より掲載し、そのうち海老川十三橋に数えられるものは太地としている。飯山三川の流入地点前原川の流入地点町津川の流入地点上流より記載。 ありがとうございます。